皆さん、こんにちは。ももきゅうちゃんです。今回も田園にやってきました。早速、緑のカエルを捕まえちゃいましたよ。幸先がいいですね。普段来ない場所ですから、もしかしたら面白い発見があるかもしれませんね。この子は緑が鮮やかで、すごく可愛いですね。普通に田んぼを歩いてたらカエルが飛び出してきましたからね。この場所は期待できそうですね。クリアケースの中に入れてみました。どうでしょうかね。皆さんガサガサする人、こういったの持ってみ、ね、見えますから、私も今回から使ってみることにしました。確かにいいですね。いろんな角度で見えますので。さあ、では行きましょう。何か水たまりができてますね。この水たまりも気になります。何か発見したみたいですね。どうやらもう一匹カエルがいたみたいですよ。今回は手で捕まえました。また緑のカエルですね。ここは緑のカエルが多いな。これはどういった種類ですかね。ダルマガエルかな。お立ち台に入りました。かわいいですね。少し太陽光が眩しいかもしれませんね。このエリアを少し歩いただけでカエルがワンサが出てきますね。しかも結構大きいですよ。かなりのカエルスポットだと確信します。皆さんも子供の頃、夏などにね、友達と虫捕りやカエル捕りに熱中した経験はありませんかね。また、田んぼや、ね、畑で、ザリガニやカエルを捕まえたり、汗をかいて、
傷だらけ、泥だらけになって遊んだ経験はありませんかね。こういった子供の頃にね、何か熱中したり、好奇心を刺激する経験をね、するっていうことは、脳の発育にとってとても良いことだそうですよ。今の子はこういった虫捕りなどはあまりしないんですかね。どうなんでしょう。する場所があまりないかな。都会の公園なんかはね、きれいに整備されすぎてて、あまり昆虫や生き物を見かけることがありませんからね。また何か見つけたようですよ。今度は小さな茶色いカエルをゲットしたようです。すばしっこいですね。カエルを捕まえるときのあの駆け引きがたまらないですね。彼らの動きの先を読んで、そこに、タモを構えたり、その行く手を手で塞いだりね、そうやって捕まえるんですけども。カエルとの心理戦なんですよね。この種類のカエルは何でしょう？ヌマガエルですかね。わあ、元気がいい。こういったカエルもいるんですね。ますますこのエリア、期待できそうですね。少し水を多めに張らないとジャンプして逃げられそうですね。あとできればアマガエルも捕まえたいですけど、どうでしょうね。はい、お立ち台です。こちらはヌマガエルさんですね。小ぶりで可愛らしいですね。色も、なんていうんですかね、もう泥と同じ色してますから。パッと見、絶対わからないと思いますね。本当に同じ色してますから。さて、田んぼの横には、少し大きな水路、川ですかね。ここもガサガサするにはいいかもしれませんが、少し深いので気をつけないと危ないですね。
少しガサガサをやってみましたけども、危ないので早めに切り上げました。もう少し浅くて小さめの場所があれば、ぜひやってみたいですね。ここはちょっと危なかったです。足を滑らせるとね。なので、こちらの水の溜まった場所でガサガサをやりたいですね。この白い花はね、白爪草の花ですね。結構ミツバチもいたりして、すごいですね。今ミツバチも少なくなってるって言いますし、生態系が保たれてるんですね、この場所は。素晴らしいと思います。ただ水路には必ずミドリガメがいますね。どこ行ってもいますね、彼らは。はい、テントウムシ発見。いっぱいいますね。七星テントウですかね。こちらはワラビですね。もう少し早ければ、わらび取りができたんですけどね、もう時期が遅いですね。この水辺が少し怪しいですね。何かいたのかな？カエルですかね。草むらから水辺の方に逃げたカエルを網でキャッチしたようです。茶色いカエルですかね。ちなみに先ほどの緑のカエルは目を離してる隙に逃げちゃいましたね。今回捕まえたのはヌマガエルの少し大きめの個体ですね。新たなカエルを発見しました。今度は
ノサマガエルですね。真ん中に緑色の筋が入っています。わあ、元気がいい。先ほどの逃げられた緑のカエル2匹を合わせると、計5匹ということになりますね。緑のダルマガエル2匹に、ヌマガエル2匹、そしてトノサマガエル1匹という成果ですね。ここは、カエルの種類がとても豊富ですね。しかも結構大きい個体が多いですね。はい、今回の動画はこれまでとなります。また見てくださいね。ももきゅうちゃんでした。ありがとうございました。